はいどうも皆さんこんにちは、ビルサスです。ということで乙女隠れやっていきましょうということなんですが、まあタイトルとかにもある通りですね、もう辛いです。超辛い。あのね、本当にね、80連ぐらいだと思うんだけど、あとは交換所に行けばすぐにわかる。交換所で、まあ俺こっちの2の方いつも引いてるんですけど、まあ68足す17ってことで、まあこれあれですね、単発で何回か引きましたし、毎日優勝石の100個で、1回ガチャができるっていうシステムがあるんですけど、まあ、それでも結構何回かやってはいたので、まあ、正式な数とかわかんないですけども、約80連ですよね。まあ、全体数で見て約80連ほどガチャしたんですけども、星5が1体も出なかったっていう。唯一出た星5が、あの、被った上杉沙和ちゃんなんですよね。もうね、ピックアップの意味がねえじゃんつって。ピックアップの意味ねえじゃんって、もうなんか某 CM みたいなね、感じになっちゃうんだけど、あのね、本当にね、これメンタル来てて、俺今、もうこのゲームやめようかなって思ってるぐらい、すごいメンタル来てて。でもまあ、このゲームを始めるにあたって、5万円は使えるお金は準備しておこうっていうので、とりあえず準備はしていたんですよ。だからまあ、使えるお金はこのゲームに対して使えるお金はぶっちゃけまだあることにあるんですけど、でもなんかここまでやって出ないかってなったら、ちょっと、なんていうのかな。やり方というか、存亡というか、なんていうか、続ける、なんだろう、心意気が、ないというか、もうボロボロです本当にね、きついんだよね。で、まあその代わりと言っちゃなんですけど、こちら交換所の6日の絆結晶が244溜まったんですよ。で、あと100もし溜まったら、また新しいザンビシリーズのメンバー2人分ぐらいお迎えできるんですよね。まあ、そう考えると、まあ、ワースなのかもしれないですけど、でもやっぱりカラオケのガチャのやつを引いてるのであるから、どっちかというとそっちが欲しいじゃないですか。っていう気持ちがあって、もうこれ本当にね、しんどくてやばいですね。で、まぁ、今なんか1万ちょいあると思うんですけど、まぁ、これは普通にまた新しく課金したっていうのもあるんですけど、てかね、今ね、これ出せるかな？はい、朝の8時半なんですよ。朝の8時半で、起きたのが7時半ぐらいかな。単発でその石の数をちょっと計算やりやすいようにちょっと調整しようと思って、ちょっと何回か引いてたんですね。何万何千が一番あれだからみたいな感じで考えてて、自分の中でで引いてて、な5回ぐらいかな、引いたあたりで出なくねってなって、あーまあ30連ぐらいは確かできるな。その時1万、800なんだったんですよ、確か。で、キリいいとこまでカットしていって、まあなんか、やるかって言って、あ、まだその前にスタミナ回復してちょっとレベリングやっておこうみたいな感じになって、レベリングちょっとだけして、その後、よし、引こう。いっそのこと、引いてみるかと思って引いたんです。そしたらね、もう、ね、もう、って感じになっちゃって。もう本当にしんどくなっちゃって、もうなんで僕寝癖もまだついたまんまの髪の状態で、まあ服だけちょっと着て、まあ、そんな感じです。もうなんかこのガチャ引きたくないもん、なんか届くまで怖いもん。引いたところでもう出ないんでしょみたいな感じになっちゃうんで、そこがちょっと怖いですね。あ、今そんな感じになっちゃうんで、本当に怖くて仕方がないんですよ今、っていう感じのお話です。こんな出ないもんなの。いや、まず多分ここまでがっつりなんか3、4万、5万やっててここまでガチャで出ないっていう人いるんですかね。ガチャな何回だ、僕何回引いた、累計で何回引いた、確定で。ご飯が炊けましたんで、この撮影後朝ごはん食べてきます。何回引いたかな ?1、2。てか、俺、あれなんだよね。多分、普通にガチャというガチャで、星5は出てない気がする、俺。出てないね。出てないわ。
そう考えたら普通のその10連とかいうガチャで俺一回も星5出たことないわ。だって今思い出したわ。あ、恐ろしい俺これ、このゲーム恐ろしい。なんだこのゲームは。まあ、ここで言いますか。まず上杉沢ちゃんと、梅沢みなみちゃん、あ、違う、上杉沢ちゃんと渡辺ミリアちゃんに関しては星5の確定枠で2枚出たんですよ。星5の確定枠で2枚出ました。なんで、まあ、1体はまあ、運が良かったのかもしれないですけど、1体は確定枠なんですよね。で、梅沢みなみちゃんに関しても確定枠で出てるんですよ。で、マイチュンとミリアちゃんの闇落ちに関してはトレードですから、俺そう考えたら普通にガチャ回して星5出たことねえな。やばいなこのゲーム。このアカウントがやばいのかもしれない。俺のサブアカは普通にポロッと出てるから、まあ、出ないことはないと思うんだけど、え？え、マジで？いや、驚愕の事実にびっくりしてるんだけど俺。でもこのゲームちょっといやらしいのが、これ誰を見せたら一番わかりやすいかな。これ属性が、伊藤リリアちゃん見せた方がわかりやすいのが、ここの真ん中なんですけど、星さんが、5属性全部いるっていう、この、やばさ。純粋にこれ全部で21名ぐらいいると思うんですけど、21名だったかな、確かそんぐらいだったと思うんですけど、の、星さんが ×5 の105ぐらいいるっていう。そりゃ出ねえわって。でプラスガチャの提供割合的に、まあ、これもなんかまたおかしな話だけど、星4と星5のパーセンテージがほぼほぼ一緒なんですよね。これもやばないっていう。まあなんか星2星3に関してはまあ2回に1回出るよみたいな感じでわかるじゃないですか。で星4になってからは100分の7っていう、まあなんていうんだ、5回に3回、15回に 1.5 回、まあ、約2回として、まあ、10連して1枚出るかどうかっていうリアリティなんですけど、もう星5に関しては100分の3だから、80連した俺は1枚も出てないってどういうことっていう、もう泣きそう。本当に泣きそう俺、やばい、なんかダメだ俺。振動これ7点、まあ俺ウェディングはそんな興味ないから。であともうミリアちゃんとか俺も持ったとしてもうちょっと俺使えないんですよね。枠に編成できなくなっちゃって、そこちょっと困るんですよ、もし借りてたとしても。で俺このピックアップもしかしてないですね、それギリギリセーブだ。キウイチかな、もう出てもなって感じだな。いやちょっと待って、俺これ本当に俺このゲームやっていけんのか、この先しばらくは乙女かぐらやっていこうとは思ってはいたんですけど、ちょっともうこれ今後の動画の制作においても重大な、なんて言うんだろう、欠陥というか俺のメンタルブレイクが早かった、意外と。いや俺そんなに引いてたか。なんか景気づけで単発一回引きますか。俺もこの演出見るのすらもう俺怖いもんだって。これで確定演出とか来たらちょっと嬉しかったんだけどな。さすがに来なかったな。これでポロッと出てくれればね、いいんですけど、そんなうまくいかないですよね。星さんか。ニューカードだし。これどんだけカードあるんだよ、本当に。やばくない？純粋に考えて。もうこれもしかしたらさ、俺天井行くかもしんない。200連の天井行くかもしんない。ちょっと待って、これ。今何個だった？あれ、交換所。68でしょ。あと130連ぐらいすれば、130連か。130連ぐらいすれば俺天井でこれ 1枚ゲットできるじゃん。え、やばいでしょ。これはさすがに。さすがにこれはやばいでしょ。え、それだったら、いやーでも俺、神楽衣装は、なんかいつでも出るイメージがあるから、今引きたくないんですよね。ポロッと多分神楽衣装は出る気がするんで、これ以上は別に増やしてもなっていうのが正直な感想なんですけど。で、紫属性の HP 変えるけど、あー、俺このマナッタン欲しいかもな、闇パ。俺が今組んでる闇パに組み込めるんで。これ使うか1万でしょ、俺ぶっちゃけ交換できるんだよな、今。いやー、怖いな。もう俺、もう、怖い。本当に俺もこのゲーム怖い。
やりたくないって言ったらなんか変だけど、怖いもん俺。もうやだ。もう俺この動画はただただ俺がひたすらダダをこねる動画になってるよ、本当に。しんど。はい、というふうな感じでやってきましたけども、まあ皆さんはね、無課金でもガチャでなんか12体ぐらい出たよみたいな人もいたと思いますし、もうプレイヤーレベル70超えたよみたいな人もいると思うんで、まあ皆さんそれぞれ、いろいろあると思いますが、頑張っていきましょう。俺はもうメンタルボロボロです。以上で終わります。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録の高評価のよろしくお願いします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。